えー、今回は、えー、NHK 杯の、えー、1回戦、えー、万波稲穂女、えー、流最高位対藤井舜也七段との一局、えー、をやりたいと思いますはいそれではお願いしますはい、えー、万波さんはね NHK 杯初出場ということで、はいえー、大変注目があったと思いますはい F.G. 舜也七段はそうですね まあ3年ぶりとかって言ってましたかねはいすごいなんか独特な気風ではいまあこの前高尾先生とも確かね半目勝負であのねあの藤井さん負けてしまいましたがねうんでも藤井さんのね優勢な子だったみたいなんですけどねうんはいまあじゃあ局面を見てみましょうか はい、まあ非常に、まあ、ゆっくりとした穏やかな、はい、進行ではいそうですねまあなんとなくいいところですよね、はいまあ、こういう手がねやっぱ富士山らしいあの独特の手ですね あんまり思いつかない、はい、感覚があるんですけどね、うん、普通でしたらそうですねどうしましょうかまあここに備えておくのも別にありそうですけど、はい、これでゆ,、まあ、ゆっくりして、はい、打っていくとかうんそうですね、うん はいまあ防止してまあこれはね黒もケイマに受けてて一応固まった意味があるんでうんまあ白もこういう手がねまあ地にならない手でもあるのでこういうねうんなのでまあ黒は別に不満ないかなとは思うんですけどねはい。うん そうですね、この時にこの桂馬はどうだったでしょうかねまあここに普通に受けていて、はい、これ特に別に不満なかったと思うんですけどねうんこんな感じで打っていけばあの一歩一歩進んでいけばね特に封鎖,されること封鎖されることもないですからここ桂馬がねあるんでねこれちょっと薄い形ですからそんな白もやっていけないと思いますんで。 はいこれで特に不満なかったと思うんですけどうんここに打たれてしまって急にちょっとこうやって黒の石があの弱い立場になってしまいましてうんはいこの手もですねこ,これで付けコしでねちょっと間に合わされてしまった意味があってここにね 垂れてしまいままししたたよねねだかからーーちょっとやりすぎでしたか、ねまあ普通に押してってうんこっちの方が良かったんじゃない,ないでしょうかねどうせ結局これにはこうなってはいうんその時にここよりはこう押しの方がま,あまだこう閉じ込めてる封鎖するような感じで良、うん、かったんじゃないかなと思います。 うん、うん、急に攻守逆,逆転といいますかね、うん、一気に苦しくなってしまいましたね、うんはい、これはまあもう助け出すしかないですけどね、うん、これは大変な碁になってしまいましたね まあ、白もですねまあここ当然竹筆でね打つ手も考えられましたよねこちらで利かすっていうはい打ち方もできましたね、うん、これ相当危ないですね黒ね、うん、ただこうやって取りに行ってまあ、もしね失敗するとまあ、大変な損なのでうんまあ安全 な生き方で。行きました、うん。こういう進行でもね、大変苦しいですね、黒は。はい。<laughs> うん、こ,こ,この手が、まあ筋ですよね。まあ、当然こういう手にはぶつかって。こうやって、まあ、渡ろうということで。はい。 そうですねこの時えー、とまあ安全にというかこうやったんですけどまあ、これはま打たなくてもここの白は繋がってますよね。はいまあ、なのでまあ、このように打ってまあ、何がいいかこっちの方がいいんでしょうかね。 えっと、攻め合いに来られてもあの、まずかったと思うんですけどねちょっと攻めはさすがに勝てないでしょうからね黒うんあのまあピンチだったと思うんですけどここ押さえてこうやってうんまあそれからでもまあ 白はねこっち行って備える余裕もあったと思うんですけどはいこの石を取って <laughs> はコスミからね少し、えー、とちょっとやる気が出てきましたねうここ渡ったことで、うん、もしこの石を取れば取れ,ればね逆転ですからね当然。 はいただまあ白もまああれですね冷静でしたねこ,ここはまあ生きるだけでうんそうですまあ死ぬことはないですもんねうん、まあ、このように渡ってまあ冷静に対応されましたねうん そうですね、まあ、ちょっと冷静に対応されてしまって、まあ、逆転するチャンスはなかった、うん、感じでしたかね。うん、はいということで、えー、これで投了となったんですけどちょっとね、ここ渡ったところではね少し元気が出てきたかなと思ったんですけどねやっぱり、まあ、冷,静冷静に見ますとね、やっぱりちょっと苦しい。 ままだまだ大変でしたね黒はねうんちょっとこの桂馬からね一気に、えー、白のペースとなってしまってちょっとね不本意な内容だったでしょうかねうんはい残念ですが、はい、また来年もねえー、と年、ね、出てほしいですよねはい、えー、じゃあこの後はこれで終わりにしたいと思いますはい失礼します